皆さん、こんばんは。淡井圭介です。本日2024年、10月19日、21時9分。横浜 DeNA の皆さん、読売ジャイアンツの皆さん、皆さんお疲れ様でした。もうスポーツ面を出した瞬間、もうちょっと顔が、もう一瞬で変わってしまいます。まあ、今日の試合なんですけども、まあ、その前に、昨日の試合とかで、まあ、ちょっと気になったのが、盗塁された方が、横浜 DeNA の、選手の方、まあ、どなただったか忘れているんですが、まあ、ベンチ戻った時に、こう、ヘルメットをこう、叩きつけてるような映像が昨日見受けられたんですよ。それはニュースだったかもしれません。その試合中は多分見てないと思うんですよ。で、まあそれぐらい腹立つっていうのはなんとなくわかるんですよ。こっちの方のね、負担とかが同じようなぐらいの怒りがいってるような気がするんですよ。その普通に僕が朝の5時半に車のドアバタンでやられて、まあ、夜寝るんが遅かったりしてですよ。だからもうほとんどあまり寝てない状態で、そういう無理やり起こされる、階段上がってくる、足音する、部屋入る音がする、また出ていこうとはする、まあそういった内容の後、朝今度、7時から8時ぐらいの間、階段を、ドタドタドタと降りていこうとかする、要するに、なかなか眠れないような環境とかを作られる、体力を削られる、試合の勝ち負けに取り組みにくいような状況を作られる、プラス、まあ、昨日、公開する動画に関して、まあ、ホームページは YK ですけど、履歴の一番からはまだ見れるようにはしてないんですけども、言ってる内容とかを聞いてもらったら、裁判の内容とか、こちらのその狙いとか、まあ、かなり良い内容なんですね。社会全体、もう世界全体で考えると、エネルギーの残存の問題とかだけじゃなくて。まあ、今日も、まあ、昨日上げた動画だから、まあ、昨日喋ってた動画、まあ、けど今日の朝見れるようにしてるんですよ、公開は。で、試合終わってからだから、もし試合終わってから言ってる内容だとするのであれば、まあ、ドジャースが優位になるか、まあ、今日の横浜 DeNA がしっかり勝ってるか、だと思うんですよ。まあ、ホームページは分かりやすいけど、1番からアクセスして、できるようにしておいた方が良かったのかもしれませんけども、やっぱりあの辺のところにその日の記載した内容とか、なんとなくこう試合に影響出てるような気がするんですね。で、いろんな意味でです。で、まあ今日は試合前とか、コンピューターがね、だいぶ、かこちゃんの声を使って、秋篠宮かこちゃんの声を使って、だいぶまあ、ごちゃごちゃ言うようなことを、いろいろこう、言われてくると。で、そうなってきたときに、スポーツの勝ち負けが原因なのか、何なのかが、ちょっとわからないんですよ、設定が。基本的にはこうする人たちには迷惑をかけないようにというような考え方で、取り組まなかったら、まあ、こちらはやられてしまう可能性があると。まあ、そこを、まあ、心の中とかでは、まあまあ、あれこれは頭の中である程度あるにせよ、まあ、そこはあんまり感情的にならないように、できるだけセーブはしてるんですけども、ずっとセーブしてると、もうどうなるかっていうと、もう、虚脱状態で、もう本当に嫌なことだらけで、まあ、体からもう力が入らないような状態で、で、そこからもう一度、気持ちを切り替えて、試合の勝ち負けを取り込むぞと。まあ、こういうふうな、まあ、今日一日の状況で、まあ、試合開始の頃も、あらかじめ、例えば、まあ、iPad の TVer で、試合の勝ち負け取り込んでるんですけども、
まあ、最初、アクセスしたときに、例えば18時ちょうどにアクセスしたときに、まず最初に絶対 CM が流れるんですよ。ただもう今日はあらかじめ初めのうちにアクセスしておこうと。まあその辺のところもしっかり対応しますし、まあ例えば遅れないようにとか、だから自分の動き的にも試合の勝ち負けに取り組む姿勢としては、まあ絶対間違ってないと。で、まあ、今日、まあ、ちょっとどうなんでしょうね。4回、ショートの森選手、まあ、いい位置に守っていまして、ランナーが、1塁で、センター前の結局ヒットという形になったんですが、まあ、ダブルプレー狙いの形ですね。0対0のまだイニングだったと思うんですよ。で、まあ、ちょっとそのまでのイニングで、まあ、ホームページは圭介の力を描きながら、選球眼プラスバットコントロールだとか、まあそういった内容を、まあ前後は逆にしてもですよ。バットコントロールプラス選球眼というような形で頭の中を渡していると。で、しかしまあなかなか点数が入らないところで、やっぱりどうしても頭の中で、うさぎに相手が1点取らなあかんのかなとか、まあなんかそんなことが頭の中をよぎったりするんですけども、いやいや、いや違う、先制点をしっかりと取って、勝ってるケースはたくさんあると。まあこういうふうな形で取り込んでたんですよ。でまず最初の方のイニングで気になるのは、4回の、ショートの森選手がいい位置にセカンドベースの近くに守っていて、まあ、センター前のヒット性の当たりなんですけども、まあ、取れてるのも全然おかしくないプレーなんですよ。で、そこはその、自然とああいう風な動きになってしまったのか、まあ意図的にそういう風に動いているのかのところがちょっとまあ僕の方では、見分けがつきません。で、まあ今日の、まあ朝、まあ9時ぐらいに起こされてから、まあテレビに向かってあれこれ言っていたりしたのも、まあそれでまあ日本全国的にも雨降ってるでしょうし、だからね、それ言ってる時の内容とか撮影しながら言った方が良かったんでしょうけども、まあ、だからまあ台風が発生しそうな地点から、もう言った瞬間結構雨が急にザーって降ってきて、結構それなりに取れてるんですよ。で、途中から、他の地域のことも考えて、雨量が足らないところに、もう世界中で、雨を回し上げたらいいと。台風が発生しそうな、ところからですよ。で、それ言った瞬間、今度は雨音がね、もう普通の、ちょっとした、普通の、まあ、優しい雨ぐらいの程度に、変化するんですよね。で、まあ、他の言ってる内容も落ち着いて聞いてみたら重要な内容なので、まあ、そのシーンも、まあ、僕からしたらダブルプレーが取れてるように思えるんですよ。まあ、阪神タイガースも、まあ、意図的に、カメラの映ってないところで、まあ、外野手の人が、まあ、相手チームの方が先にですかね、取らないでヒットにさせてあげて、後からこちらの方が、意図的に取らなかったりとかがありましたので、まあ、なんかこう、試合の中で、チーム同士が、まあ、審判団か、まあ、オーナーか、誰かが、まあ、こう、何か、意図的にジャイアンツが先制するようなことを、なんかこう、水面下でなんかそんな話し合いでもあったのかなと。こちらとしてはもうエネルギーの残存問題を最重視で、しかも4連勝で一気に試合を終わらすと。まあそういうふうな、形で、まあ、まあ、試合前にあれこれ、にせよ、しっかりと勝ちに行くと、まあ、そういうふうな形だったんですけど、どうなんですかね、ダブルプレーを意識しすぎて、多分取ってからこうくるって体を回してセカンドにすぐに、投げれるように、まあ、ダブルプレーの方向に行きやすい。だからその体を回すことを考えすぎていって、ああいう捕球でセンターに抜けていったのか、まあ、普通のジャンプだったら横飛びだったら絶対捕球は絶対間に合ってるんです。で、まあ、その辺のところはナチュラルにこう抜けていってしまった方なのかどうなのかというところですね。まあ、その後、5回のイニングの、まあ、録画してる音声の球場内の、音声だと思うんですけども、まあ、お客さんに向かって今日は楽しんでいってくださいだとか、そういうふうなその楽しんでくださいのところを聞いた瞬間、
腰が急に痛くなり始めて、でこのパターン今何回もあるんですよ。その声の人って、まあ、ヴィッセル神戸とかでもその人の音声でも流れてますし、その楽しんでくださいっていうところ、まあ、決してその悪いワードではないんですけども、それを僕が聞いてしまった場合、まあ、ちょっと変になるっていう部分がありまして、まあ、これも今日の試合の一連の出来事の一つです。で、まあうん、まあどうしても、まあ、これね、もうね、もう笑って言うなって言うのは無理だと思うんです。もうこれもう別に今日崩れてわけるじゃなくて、ストレスの溜まりすぎもやっぱり昨日のまあ盗塁した時にこうヘルメットをベンチでこう投げつけていたっていう、まあ、ストレスがかなり溜まってる部分も皆さんあると思うんですよ。で、まあそういったところでちょっと気持ちをほぐすというか、まあそういうような形で、その僕の声が頭の中で考えてる内容が明らかに聞こえてる巨人のキャッチャーの人たちするでしょ。試合中はもう絶対笑わないんですよ。もう試合終わってもう負けてしまった後ですから、もう笑って言いますけども、これね、いやだから今まで言ってきた内容で、いやそこ狙っていった方がいいケースとそうじゃないケースと、まあいろいろあるわけじゃないですか。でもう途中からもうもう後から、まあ解説席の様子がどうなってたかっていうのは、ベンチでね、その低めのボールを狙って打っていこうっていうことを、まあ横浜 DeNA の人たちが試合始まる前のミーティングで言ってると、これジャイアンツの方の情報はもしかしたら以前出ていたかもしれません。そこは僕は聞き逃してるだけかもしれません。びっくりしたのが、ノーボール、ツーストライクで、完全にベースの前でワンバウンドするボールを振りに行って、三振されてしまって、まあ、1回から3回ぐらいのイニングだったと思うんですけど、ちょっと、横浜 DeNA の皆さん、そこ、どうしたんですかと、びっくりして、いや、頭の中、急に、言ってるはずだと思うんですけども、ええってなって、それいや正直言いますよ、何かこう両チームの話し合いで稼ぎに走り始めたかな。いやもうそれはもう試合中はこんなにもう全然笑わないですよ。むしろもう笑いどころじゃないケースで、いやおかしいって、いやなんかおかしいなと、あんなボール普通振らないぞと、今までみんな両チームとも基本的に、昨日の試合に関しては巨人の選手がちょっと補給ミスとかがありましたけども、まあけどあれってセカンドの選手がね、ライトのライン際のまあ外野手とファーストとセカンドのちょうど間ぐらいのところで、まあこうやってこう地元のっていうこうアピールをしながら取りに行って、まあ多分これをしないでその後に方が呼吸はしやすいんですけども、まあ、もう完全にずっと、ちゃんと打球を見失わないように目線で追っていて、ファーストの人がどういう動きをしているかわからないですから、自分を取るっていうことをセカンドの人が、巨人の、アピールをしていって、まあ、ちょっとグローブの先の方が、まあ、グローブのある程度の位置に当たってこうちょっとお手玉するような形が発生して、まあ、セカンドに行ったケースとかもありましたけど、基本的に全体的に見るとここ、4試合で見ると守備硬い方のだったわけじゃないですか。で、昨日3試合までいうことですね。だからまあ今日の4回のそのショートの、選手のせいにするわけじゃないんですけど、まあ、センター前に抜けていったボール、まあ僕からしたらダブルプレー、まあその前ちょっとヒット打たれたかなとも思ってはしまったんですよ。完全にセンター前に抜けていきそうな打球だったんですけども、よく考えたら、ランナーファーストにいるから、まあ、セカンドより守っている、まあ、ダブルプレー狙いの話もあるんで、まあ、そういうふうな、位置で守っていたんだと思うんですよ。
ただまあ、その辺のところ、僕は一瞬、ヒットかと思ったことが影響して、まあ、打球は取れなかったのかなと。まあ、その辺のところですね。まあまあ、ツーストライクからのここの声のそのコンパクトなスイングというところは、まあ基本的に、その、初めの方の回で、ノーボール、ツーストライクでワンバウンドするようなベース前で、それを振りに行ってるところを見たときに、他の糸も結構低め振りに行ってしまってたんですよ、ボール球。これちょっとまずいなと思っていて、まあ、そのツーストライクまで来たら、まあ、コンパクトなスイングのその真髄は、ボール球を、しっかりとバット止めると。で、まあ、カウント稼いでいってと。まあ、そういうような、形だったんですけども、まあ、それで、まあ、組んだら組んだで、まあ、昨日の試合って結構、横浜 DeNA のピッチャーの方、3球勝負行ってたケース結構あったじゃないですか。で、アウトにしてると。で、まあ、今日に関しては逆に巨人の投手の人に、まあ、そういうふうなことを考えたら、今度3球勝負を仕掛けてこられて、抑え込まれてるんですよ。まあ、その辺のところは、まあ、野球の勝負としては、まあ、こちらとしても、まあ、醍醐味があるというか、心理戦といいますか、まあ、それのところ、どうしてもさ、ほぼそのカウントだったら、だいたいボール球とか、まあ、ピッチャーに関しても、まあ、ある程度のことはどうしても考えてしまうわけじゃないですか。そこを考えるなって言ったら、それ、半年もそんな何も考えない人になってしまったら、野球の仕方、基本的なところを忘れてしまいますから、それを考えるのは、ちょっと無理があると思うんですけども、その、巨人のキャッチャー、聞こえてる。多分あれ、ピッチャーの人も聞こえてるんでしょ？だからバッターの人も、まあ、多分こうだって思ったら、それで3球勝負仕掛けてきて、で、やられたりしてるんですよ。でも、本当もうこれ、とにかく頭の中をその、まあ、ピッチャーの人にはコントロール重視で渡してバッターの方には選球眼プラスバットコントロールもこれも絶対にちょっと確立しておかないとこれドツボはまるなと、まあ、そういうふうな、状況だったんですけども、まあ、そこまで、怒らないでちょっと、冷静になりつつもう そこ、まあまあ踏ん張って、戸柱選手のホームランを打ってもうライナー性のあれこそ本当は僕の踏ん張っていたこう爆発寸前になりそうなところをこう踏ん張っていったところをしっかりとホームランでこう表現してくれてるっていう本当目の覚めるようなラインな本当力強い本当に力強い打球あっという間にライトスタンドっていうそれで1対1で、また振り出しに戻してってでそこで、まあ、このまま、しっかり4連勝できそうな気配というのがこちらにあったんですよ。で、まあ、坂本勇人選手の時ですね、まあ、2ストライクまで追い込んだ時に、だまあその全体的な流れで、まあ、僕にちょっと慢心があったのかもしれないですし、そこ3球勝負にいっちゃってるんですね。その前にね、坂本勇人選手が、目が涙目になってたんですよ。で、それ見たときにしても僕は心の中で、かわいそうかなっていうことが頭の中でよぎってしまったんですよ。いや、だから、兵庫県出身の部分とかで、阪神タイガースの試合とかでもね、元阪神タイガースに所属していた選手とか、例えば、まあ、広島で言う大瀬良投手だとか、まあ、兄弟が身体障害者ね。まあ、彼は獲得した方がいいと。まあ、喋ってる内容とかを聞いたときに、彼はきっとものになると。その野球に対する取り組み方とかで自分の家族を背負って生きていくと。そこに何の前とか躊躇とかもなくて、しっかりと、言ってるものでしたから。まあ、敬語もしっかりしていてと。まあ、それでドラフト1位に進めた選手とか、阪神タイガースで、こっちが頑張っていったら、向こうも頑張って良い成績上げてるんですよ。だから僕関わりの選手は基本的に、こう、そうね、もうひどい話に聞こえるかもしれませんけど、
バッテンとかでこれ対応をしたりとかしてたんですよ、バツ印とかで。そしたらもう涙目とかになってるから、まあ、そう、なんかこっちもなんかちょっとかわいそうかなっていう気になってしまって、こう、そこ、まあ、満身、いや、そこ、まあ、満身というか、厳しすぎる人なのか、情け容赦ない人なのか、もう僕も、ね。いや、試合中もこんな感情じゃないんですよ。もうそこ、まあ、とにかくもう、ややこしくなってきてるから、もうとにかく頭の中のコントロールの供給、ピッチャー、ジャクソン投手、例えば海外から来てる人を活躍させてあげた方がいいだとか、まあ、そういうような考え方で取り込んでるんですよ。だから、まあ、ストライクの入り方とかでも、そういう心遣いのところで、まあ、審判の人が最初のイニングで、心遣いの方っていうような形で、ストライク取った時言って、出たと思うんですよ。もしかしたら言ってないかもしれませんけども、心の声でこちらがこう聞こえてるのかもしれませんけども、多分言ってると思うんですよ、現場で。まあまあ、そういうような内容で、もうストライクはしっかりボールいってましたし、まあ頭、まあまあ、そういった内容で、まあ、頭の中の供給もしっかりと、ジャクソン投手に、言ってたと。言葉の後が途中ででもですね。だからまあ、そういうような部分とかも、対応しながら、で、特に、その、1対1の同点の時に、ピッチャー、ジャクソン投手で、ショートゴロだったと思うんですけど、深い位置に。ファーストに、まあ、できれば全力で走ってほしかったと。多分走ってたらセーフだと思うんですよ。で、その前に頭の中で組み上げていたのが、ピッチャーがランナーとして出たら、その時ワンアウトで一番バッターに回ってくるの、まあ、ここが逆転する、もうすぐに逆転しに行こうっていう場面でちょうどいいゴロが打てたわけじゃないですか。だからそこ全力で走っていただきたかったのと、その、まあ、その辺のところでその守備重視とかその辺のところで、まあちょっと考え方に、食い違いがあったのか何なのか、まあまあ変に疑ってしまうと、まあ、良くないので、まあまあもしあの時に、まあ、まあ、すまんという日本語に変換された声で、まあ、多分ジャクソン投手の人が、まあ、心の声で謝っている、まあ、ソーリーということを考えていたのかもしれませんし、それを日本語に変換して、まあ、すまんというような言葉に、聞こえているのかもしれませんし、まあまあ、今こちらの電波でそう聞こえています。で、もしあの時、ファーストを駆け抜けていたらと、全力で。まあ、そしたら、トップバッターにワンアウト一塁というケースで回ってきてと。まあ、そういうような形が作れていたので、まあ、その後だったと思うんですよ。坂本勇人選手に。途中で涙目にならんで。そんな悲しそうな顔さ。ちょっと待ってよってそれねで、あとね、まあ他にもこれ疑いすぎたら気にないんですけど、まあランナーがダブルスチールされた後でしたっけ、中川投手、まあ横投げ、というか、横投げというか、下手投げですかね、アンダースローですかね。まあ、まあ、投げるのにどちらかというと時間のかかる投手、球速もあんまり速くない。で、正直、巨人の選手で誰がどれぐらい足速いかとか、腰あんまり把握しないんですよ。で、いや、まあ、一人一人ですよ。だからいろんなスポーツの勝ち負けずっと取り込んでいたら、そんなにいろんな選手の情報ずっと覚えてられないんですよ。一時だけ覚えたりはすることあったとしてもですよ。で、まあそこで、ダブルスチールを仕掛けられて、これはやられたなと正直思いましたね。うまいこと、試合運びされたなと。そうだったかと。で、その後すぐに警戒したのが、ちょっとごめんなさいね、順番逆だった、一三塁のケースだったかもしれませんけども、スクイズ、警戒したときに、サードの宮崎選手が、まあ、スクイズっていうことを選手に言っていて、まあ、スクイズ警戒で、まあ、
多分電波でその方向から聞こえていません。それ他の時でも阪神タイガースの試合でもあったんです。佐藤輝明選手が、まあまあ、それとまあそれでまあまあ他の人が見たらなんか相手選手にこうスクイズを指示出して、で巨人の選手がスクイズうまくいってるようにも見受けられるでしょ。もう僕は僕からしたら見破ってる方なんですよ。でただそうだからそのシーンが終わった後、おかしいな見破ってるはずなのになって、画面が一瞬で切り替わるから、宮崎選手にスクイズ警戒ですだとか、まあ、最後敬語で終わらせなきゃならなかったのか、警戒だとかそういう風なワードにしなきゃならなかったのか、それとも、まあ、ピッチャーとかバッテリーにしっかりとそれを伝えるべきなのかって、ほとんどね、はっきり言いますよ、ほとんどは今回の日本シリーズ巨人の選手をやたらと映すんですよ。巨人のベンチとかはっきり言ってカメラワークしない。分かってますよ。もうその辺のところも、もうどれだけ卑怯な人もはっきり言いますよ。もうこういう意見で言ってますから、どれだけはあの卑怯な手段を使ってくるか込みでね、それでも勝ちに至るっていう気持ちで、その試合に取り組んでいて、まあ頑張ってたんですけども、頭の中の狂気をもう絶対途中で試合諦めないっていう形で、もうそれこそ燃えるわみたいな形で、あの3点差つけられた後でも、明日のこととか、なんか、また解説席が、まあ、気遣い込みだと思うんですけども、いろいろ言い間違いです。違って。3点差ぐらい、そんなこと気にせん、持ってた勝ちに行こう。で、ワールドベースボールクラシックも、まあ、そこまでは考えてなかったんですけど、頭の中でよぎった程度ですけどね、去年も、ワールドベースボールクラシックで3点差つけられていましたけども、逆転したと。絶対負けることなんか想定しない。勝ちに行こうっていうような気持ちに、もう一回も気持ちをこう切り返して、で、切り返した瞬間、ごめんなさいね。あの、もうこれ笑いながら言っちゃダメですけども、バッターボックス、佐野選手でしたっけ、左バッター。まあ、デッドボール。その時のスピードが違う。大勢投手も、サイドスローとかでしょ、球速表示みたいに155キロなんですけども、一瞬もうそれ見てびっくりして、勝ちに行きに行くことを考えすぎてデッドボールが発生してるっていう部分もあると思うんですよ。そういう部分。で、球速見たときびっくりして、で、もうあの太ももね、あの肉のある部分か、その骨の部分のところなのか、これ骨の方だとこれまずいぞというような形で、で、まああの、まあ、いろんなことを考えて、一旦ちょっと頭の中整理整頓して、まあ、ダイソーを絶対送った方がいいと。まあ、いうことで、まあ、ダイソーを送ってもらってですね。まあ、結構形的には、ワンアウト一、二塁という形だったと思うんですよ。だからまあ、佐野選手の足の具合が、ちょっと心配なのと、まあ、その試合に影響が出る出ないのところについてですね、守備に関しても、まあ、足の部分ですから、走る部分ってすごく重要ですから。だからまあ今日の試合で試合を分けたところっていったら、まあまあまあ、いろんなシーンはあるにせよですよ。まあ、大きな部分で言うと、まあ、うん、まあ、ファーストへの全力疾走ですね。まあ、短期決戦ですから、まあ、ピッチャーの方も、ファーストに全力疾走していただかないと、特にあの場面、全力疾走していたら、ほぼ、セーフの場面ですから、本当にショートの深いところに打球が、セーフになりそうな、勢いのゴロが、転がっていってくれていましたから。まあ、そこ全力で取り組んでくれていたら、まあ、ジャクソン選手も、まあ、記念に残る、勝ち投手に、なっていた可能性があったんですよ。逆転して、まあ、勝ち越しの、得点になって、まあまあまあ、ここはこの辺のところは可能性としか言えないんですけど、やっぱりね、ワンアウトでピッチャーが塁に出てトップバッターに変えるのって、そこやっぱりそこ大きいですよ、本当に。
それとあとは、まあ、坂本勇人選手の時ですね。もうそのまあまあそういうふうな試合の状況的に先に頭の中であのトップバッターに回ったらだとか先々のことを先に想定できていてその通りにあの形としてなり始めた時点で、まあ、今日の試合これ4連勝狙えるだろうなというような形だったんですが、まあ、あの負けても負けたとしても、まだ気持ちはしっかりと、明日、もう何言おうとしてるかも分かると思う。もうほっぺたの肉とか痩せ我慢になってるのかまあしっかり勝ちに行くっていうところで、まあ、もちろん明日の試合もそういう形で取り組むわけですし、今日ね買い物行った時に試合開始時間っていうのをまあ確認する前に今日お昼頃に買い物行ったんですよ。12時前ぐらいに12時過ぎぐらいにそのだから翔平の寝といてっていう言葉あるんです9時ぐらいに予定されてるんですよ。まあ睡眠不足にせよで 寝転びながらねもうこれもうまあとりあえずテレビつけてないにしてもこれまあコンセントはつないでますからまあこれ誰かに聞いといてくれたらっていうような形で、もう時間もあるししょうがないから台風消滅の件の話とかあとまあいろんなことをあれこれ言ってるんですよ。でまあそれで雨降ったりもしてますし、まあまあ本当灼熱時刻でしたが、今年の夏特に神戸市兵庫県は、ね、ダムが20個ぐらいあるんですよ。だけど大阪府はあんまりダムとかなくて、まあ、特に神戸市を中心に兵庫県はほとんど今年の夏雨降ってなくてですね、まあまあ良いような状況は出来上がってますし、だからね、得点考えたらそこだと思うんです。多分4点取れてるの、横浜 DeNA のはずなんですよね、3点差。天気の部分で、3点差で勝つっていう得点はず、そこちょっと逆になってるところはね、そのコンピューターでも、これもね、カコちゃんの声とかで、コンピューターがごちゃごちゃ言ってくるもんだから、もういいかこっちで支援するからみたいな。いやね、コンピューターの何でもあり感がね、もう心当たりもね、だから今日相撲があるかどうかなんか分かんないですし、そのもう分かんない、その、どこでどんな競技が行われてるか、とにかくこちら、横浜 DeNA の今日は試合だけに集中させてほしいっていう部分だったんですけども。まあ、明日、ジャイアンツさんにしっかりとそれのところ、笑い飛ばすじゃなくて、今笑い流れてますけど、もう絶対返してもらうという形で、勝ちに行くと。まあ、ただし、いろいろ、まあ、世界戦も見据えて気をつけなければならないのは、まあ、横投げ、下投げの投手とか、投球動作に時間がかかる人だとか、球速だとか、まあ、そういうふうなところを狙って、ダブルスチール、ランナー2人とも足が速い選手の時とかは、ダブルスチールの警戒っていうのも、しておかないと、まあ、危ないなと。まあ先に言っておいた方がね、先に見破ってることになりますよね。ホームページはケースケでできて。多分キャッチャーの方とかピッチャーの方とかその辺想定した、投球動作だとか対応とか、まあ守備の方も、できるかと思います。どんどん顔を連れていってるし本当に誰か痩せ我慢と思ってるのか何なのか本当にもう本当にそういうものですからもうスクイーンズって宮崎選手が言っていてまあスクイーズされてもうセーフにされた時崩れはしないですよ、気持ち的に。いや、見破ってるのにな、おかしいな、っていう、その、まあ、ファーストの、首位打者の、ごめんなさいね、もう今、頭の中がだいぶまたどっか行ってるんで、ファーストの4番のオースティン選手が、まあ、取った時にちょっとだけお手玉をして、握り直したというか、お手玉をしたというか、まあ、それでも、
もう右手で取ってもうそのまま多分即送球しなきゃならない、まあ、ファーストミットで取らないんで、サードの選手が完全にスクイズのそのもうゴロゴじゃなくて完全にもう多分スタート切ってのスクイズだと思いますんで、まあその辺のところとかも結局ギリギリのところのプレーを、しっかりとしなきゃならないっていう形だと思うんですよ。今までその買ってきた例に関しても最初の方の試合だったと思いますけども、ライトの、横浜 DeNA の選手がギリギリのスライディングキャッチで補給したりだとか、まあ、そこで勝負ってそこが抜けてしまうのと、しっかりワンバウンドで取りに行くのと、そこしっかりとノーバウンドでアウトにするのって、その積極的な守備とか積極的な走塁って全然違うわけじゃないですか。まあ、その辺のところは、まあしっかりしていただきたいなっていうことですね。以上です。まあちょっとあんまり話長くなるとあれですんで、あれっていう言葉なんですけども、ごめんなさい、口癖で言ってしまってごめんなさい、本当に。まあ今日はこれぐらいに、しておきます。以上です。皆さん本日はお疲れ様でした。まあ今日の朝から見れるようにしていた動画なんですけども、まあそれは、まあ、ホームページは YKSK の履歴で一番から見れるように、まあ明日しておきます。以上です。まあ、要するに10月20日に一番から見えるようにしておくということです。以上です。